末延道成松、縁道成昭和7年5月24日は、日本の実業家、政治家、東京海上火災保険取締役会長、貴族院議員、土佐国上郡安村出身、医師の水園立生の長男として生まれ、大学南校を経て、明治12年改正学校法学部を卒業、翌年、磯野慶と共に、 岩崎八太郎の旧非留学生に選ばれて、英国留学後、三菱入社。三菱機選手配任や、取締役ほか、日本優先の重役を務めた。明治21年より23年まで欧米とインドを、満遊後、退職。1891年明治生命保険、明治火災保険格、取締役、東京海上火災保険取締役会長を歴任。 東京府芝区文書によると、明治24年度所得税として、約145万円を納税し、高額所得者に名を連ねている。1893年、採用鉄道取締役に就任。1896年4月、東部鉄道創立発起人に就任。同年10月に、初代専務取締役に就任。百九十九年、東部鉄道取締役。 北から太石油、北から太工業核、取締役に就任。明治37年、豊川鉄道取締役会長に就任。1916年貴族院議員に直九1924年4月東部鉄道取締役を退任。法天長酒井査定員、農商工工等会議員等を行付けられ、明治39年には日露戦争の行により、 君五等に女子総公局実証を歌手された。その後、小六くらい、君四等、縦五位に女子、心臓麻痺により死去、没後生五位となる。妻の達は、岩崎八太郎の番頭として、三菱創業に尽くした、石川七才の娘。子はなく、妻の弟、石川康馬の娘の夫である、平井三次を要着死とした。 三次は、道成の遺言により松延べ財団を設立した。ABC 松、円道成りくん、会員追登録ハット ABCDE 松、円道成人事更新録、第四版対象4年に1月、ハット AB 松、円道成り中桜木、上野公園土地裏徹底ツアーハット AB 松、延べ財団の概要松延べ財団 AB 松、 縁道成君実業家法学士、立身、松室と実信のぶよ公録。第17編、新時代の商業港区、デジタル版港区の歩み、新州国市石川七財こと番区、AB 石川七財,財界海物庫結物伝実業の世界者編集局編、実業の世界者、1936話題の東博、眼神経典で、 メディアが報じない名画、ゴバズカンの奇跡の発見、野島剛、ウェッジインフィニティ、株式会社ウェッジ、2019年2月12日。ありがとうございます。